これを聞いたミノタウルスは困惑した様子でエドラーを見つめる。緊張したままのセレナは、方向がエドラーに全く影響していないのではないかと考える。エドラーはミノタウルスを殴り、魔法を使う。最後の一撃を加える時だと告げ、光線でミノタウルスを攻撃する。セレナとレンはその光景をじっと見つめる。セレナは、 何十人もの敵でも倒すのに苦労するボスは、自分たちにとっては夢のようだという。レンも同意し、結局は夢なのかもしれないという。すると部屋が煙で満たされ、煙が晴れると宝箱が見える。ガイザーは宝箱はダンジョンを制覇した報酬に違いないという。 ガイザーは中に何が入っているのかと不思議に思うが、モンスターが中に姿を隠している可能性も考える。セレナは、ダンジョンを制覇した報酬や罠など聞いたことがないので、ガイザーは心配する必要はないと答える。しかし、エドラーは間欠泉が言ったことは時々起こると言って口を挟む。混乱したセレナは、エドラーが何を意味するのか尋ねる。エドラーは、 二番目のボスの宝箱を開けた時に床が崩れたと説明する。どうやらこのダンジョンは彼らが知っているものとは違うようだ。エドラーはいずれにしても今回の宝箱は全く問題ないようだという。開けてみるとアイテムボックスのようなものが入っておりセレナは驚いて大当たりだと叫ぶ。セレナはこんな珍しいアイテムに出会ったことがないと付け加える。 リンは、ダンジョン探索が本当に盛り上がるという。驚いたことに、セレナはノ、NO、ーと答える。探索で集めた宝物はクラブのものだということにセレナは考え直し、今回の制服はすべてエドラーの腕によるものだと気づく。だから、宝物はエドラーのものになるのが当然だと結論づける。レンはセレナに同意し、間違いなくそうだと認める。 セレナは、エドラーが宝物を受け取るよう主張し、本当に遠慮する必要はないという。エドラーは、控えめなことなどではないと答える。セレナは困惑してエドラーを見る。エドラーは、自分のポケット次元に保管できると説明する。セレナは、その容量には限界があるはずだと尋ねる。エドラーは限界があると答えるが、ためらう。 セレナは、そのサイズはオートに余裕で収まるかと尋ねる。これを聞いて全員が困惑している。会話にもかかわらず、エドラーはセレナにアイテムボックスを渡す。セレナは、本当に大丈夫かと再度尋ねる。突然、ガイザーが割り込んできて、セレナが欲しくないなら喜んで受け取ると告げる。セレナは、ガイザーに渡すなら、 クラブのために取っておいた方がいいと答える。エドラーはダンジョンから脱出できるというテレポート魔法陣を作成する。ダンジョンから出るとすぐに他の部員たちが彼らを見て心配そうに無事かと尋ねます。セレナは微笑んで自分たちでも確認できると答えます。部員たちはキャプテンのチームと全く連絡が取れず、 助けを求めようとしていたと説明します。セレナは心配させたことを謝ります。それから、信じてくれるかどうかわからないが、ボスを倒して、転移人を使って脱出したと説明する。これを聞いたセレナは誰も信じず、冗談を言うのはやめてくれ、そんなわけないと主張する。ある少女は、セレナがサイマイン術の罠にかかったのではないのかとさえ尋ねる。 ガイザーは冗談じゃない。兄のエドラーが一人でミノタウロスのボスを倒したと叫ぶ。クラブのメンバーは笑い始め、そんな人間が本当にいるなんて信じられるのかと尋ねる。ガイザーは彼らの声にかき消されて叫び続ける。リンはこの反応を予想していたが、あまりにも馬鹿げていて本当ではないと認め、セレナは納得し、夢だったらいいのにと思うほどだと同意する。 セレナはアイテムボックスを掲げ、それが自分たちの発見の確かな証拠だという。彼女は、この冒険はなかなかの探検になったと付け加える。エドラーは今日は楽しかったと言い、次の冒険はいつなのかと尋ねる。緊張したセレナは、エドラーが一緒に行くつもりかと尋ねる。エドラーは、まだ検討中だが、間違いなく候補の一つだと答える。 セレナは何かを考えて、エドラーは関わるべきではないという。セレナは冒険のレベルが違いすぎるので、エドラーにもふさわしくないと説明する。彼女は謝罪するが、チームは彼の関与を断る必要があるという。数日後、シーンはガイザーとエドラーがクラブを訪れるシーンに切り替わる。ガイザーは、また門で追い返されたので残念だと悲しげに言う。 混乱したエドラーは、観察すらできなかったのかと尋ねる。ガイザーは、そうだ、クラブの破壊者の噂が広まっているので、観察すらできなかったと答える。混乱したエドラーは、クラブの破壊者とは何かと尋ねる。ガイザーは、精神が完全に打ち砕かれたメンバーがかなりいたようで、どのクラブもまともに機能できないと説明する。エドラーは、 それが何を意味するのかよくわからないが、厳しいようだという。ガイザーは、それはおそらく自分の兄弟のことだろうと答える。エドラーはショックを受けて、それが自分とどう関係があるのかと尋ねる。その瞬間、エドラーはクラブ選びを当面延期することにする。場面は校長室に移り、アリスはミラベルにエドラーについて激怒して尋ね。 彼が誰なのかを知りたがっている。彼女は彼の常識のなさや驚異的なスキルを徹底的に分析するよう主張する。ミラベルは数秒間黙った後、アリスに自分を含む4人の勇者を教えた師匠、偉大な賢者ラムガラエスについて知っているかと尋ねる。アリスはイエスと答える。ミラベルは4人の勇者を訓練した同じラムガラエスが、 魔界でエドラーを育てたことを明かす。これを聞いて、アリスはあぜんとする。ミラベルは悪魔界最強の人物に幼少期から訓練されていたら、そのような異常な力も納得がいくと付け加えた。アリスはまだショックを受けていたが、本当にそうだと認めた。ミラベルは、エドラーは手に負えない人物だったが、 アリスは彼から多くのことを学べると確信していると答えた。彼女はアリスにエドラーとうまく付き合えるように頼んだ。アリスは最善を尽くすと答えた。マリベルはアリスにお茶を飲みに残るよう誘い、ちょうど素敵な葉っぱをもらったばかりだと話した。しかしアリスは授業が始まると断った。アリスが去った後マリベルは アリスが他人とつながるのに苦労している理由が分かったと思い、安堵のため息をついた。彼女は、エドラーがその状況を変える鍵となるかもしれないと期待し、孫娘の面倒を彼に見てほしいと静かに願った。場面は教室に移り、ララは魔法について教えています。 生徒たちは魔法に対する自分の自然な親和性が何なのかを理解し始めるだろうとララは説明します。ララは魔法の4つの基本要素から各生徒が自分が得意とできる要素を特定することが重要であると強調します。ララは魔法以外のスキルを習得したいと願う生徒もいるかもしれませんが魔法のヒントさえあれば 花が咲く庭園のように戦闘の可能性を大幅に広げることができると付け加えます。こう言ってララは魔法を使い、生徒たちは自分が何をしているのか見えないため緊張します。ララはこのように敵を威嚇することで隙を作ることができると説明します。次にララは剣士と槍兵を目指す生徒全員に訓練に全力を尽くすように言います。 全員が練習している間、エドラーは彼らを見て、魔法体制のある特別な金属で作られたターゲットについて考えます。エドラーは、ターゲットを壊して問題になる可能性を考慮し、おそらく手加減するべきだと判断します。突然、ガイザーがエドラーに近づき、緊張した様子で自分は魔法があまり得意ではないと打ち明ける。エドラーは、 本当にそうなのかと尋ねる。ガイザーは確かに名門剣術一家に生まれ育ったので魔法は全く好きではなかったと答える。どうすれば魔法を習得できるのかと不思議に思う。エドラーはしばらく考えてからすぐに解決できる方法があると伝える。ガイザーは嬉しそうにエドラーが本当のことを言っているのかと尋ねる。 しかし、エドラーが彼を標的にすると、その嬉しさはすぐに消える。エドラーは、これから魔法を放とうとしており、ガイザーは同じ魔法でそれに対抗する必要があると説明する。エドラーは、ガイザーが魔法を成功させるまで、どれだけ時間がかかっても打ち続けると付け加える。ガイザーは緊張した様子で、脳と叫び、気をつけないと死んでしまうかもしれないので、 自分にはできないという。エドラーは自分も修行中に死にかけたことがあるが、そうやって魔法を操れるようになったと答える。エドラーは人は極限まで追い詰められた時こそ真に目覚めるのだと語る。ガイザーはエドラーに頼んだのは大きな間違いだったと言いながら立ち去ろうとする。慌てたガイザーはアリスに気づかずにぶつかる。 緊張した様子で大丈夫かと尋ねる。アリスは全然大丈夫だと答えるが、ガイザーは急いで魔法の道について尋ねる。アリスにぶつかったガイザーの攻撃の軌道は乱れていた。突然、別の女の子が近づいてきて、超危険だという。ガイザーは緊張した様子で、この女の子は一体誰なのかと尋ねる。アリスじゃないと答える。 それを聞いたアリスは怒るが何も言わない。女の子はアリスがまともな魔法もかけられないなんて驚きだと皮肉を言う。少女はアリスが孫娘だと主張するいい言い訳だと付け加える。これを聞いてアドラーは混乱し、その少女が誰でなぜアリスに挑戦しているのか疑問に思う。実際、その少女の名前はダイアナで、 アリスはぶつかった後に事態が手に負えなくなったので、静かにするように怒鳴った。ダイアナは何が起こっているのかわからないふりをして、アリスについて冗談を言い、それはコントロールの問題ではなく、火の玉は子供が投げるようなものだと言った。アリスは自分の方が上手だと叫び、ダイアナは、だから見ているだけでいいと思う。しかし、 アリスが魔法を使って燃える火の玉を発射しようとすると、それはまるで子供が投げたかのように、アリスの足の近くに落ちた。ダイアナは笑いだし、アリスは簡単な呪文すら使えないのに、それは何なのかと尋ねた。ダイアナは、英雄として迎えられたのはアリスのおばあちゃんではないかと疑問に思い、ミラベルが自分の不器用な孫娘をどう思うかとコメントした。アリスは、 おばあちゃんは関係ないと叫んだ。ダイアナはまた笑い、魔法は見せびらかすことだと言った。そして彼女は魔法を披露し、簡単に完璧に敵をいて、アリスはそう使うべきではないのかと尋ねた。ダイアナはアリスにこれだけのことをこなせないのに、どうやって入学したのかと尋ねた。アリスは緊張し、しばらく考えてから沈黙した。 その時、アリスは自分の過去を振り返り始めた。5年前、彼女は魔法の潜在能力でみんなの期待を寄せられていた。そして、場面は5年前の訓練場に移った。その日、アリスの先生は心配しないようにとアリスを安心させ、まずアリスが伝説のミラベルの娘であることを確認し、先生はアリスがすぐに魔法を習得するだろうと言いました。 緊張したアリスは自分も祖母のようになりたいので本当かと尋ねました。先生は本当に彼女を信じていると答えました。アリスはわかりましたと答えました。数分後、ミラベルがオフィスで仕事をしていたとき、突然家から火が出ているのが見えました。アリスが練習していた場所だったことを思い出しました。マリベルが到着すると、 アリスが無事に立っているのを見て驚き、嬉しくなりました。しかし、驚いたことに、先生が炎に包まれているのを見ました。病院では、魔法の事故で誰かが怪我をしたと医師が言いました。アリスはまだ子供なのであまり責められないが、それでも心配だと言いました。その瞬間、アリスは先生の怒った目を見て怖くなりました。その日から、 彼女はアカデミーに入学し、その出来事の記憶が彼女を悩ませた。魔法を使うことへの恐怖は、今でも彼女を捉えている。現在に戻ると、ダイアナは、ミラベル夫人の孫娘は魔法が使えないという噂が広まっていると述べた。ダイアナはアリスに同情を示し、寛大に今日は見逃すと言った。アリスは、 自分の中の魔法が完全に消えてしまったと思った。ダイアナが部屋を出ようとした時、エドラーが突然アリスに近づき、なぜそのように力を抑えているのかと尋ねた。アリスは緊張して叫び、なぜエドラーは自分のことのように心配しているのかと尋ねた。エドラーは、アリスが魔法が使えないふりをしているからだ、と答えた。 ダイアナは困惑した様子で、エドラーが何を意味しているのか尋ね、そうであれば、アリスは魔法が何ができるかを見せてあげるべきだと言った。エドラーは、アリスに先日、自分が彼に魔法を放った時のことを思い出させ、同じように魔法を発動させればいいだけだと示唆した。アリスは、あの日の魔法は本能的なものだったと答えました。 エドラーはアリスが魔法が制御不能になるのではないかと心配しているかと尋ねました。それに対してアリスは激怒し、エドラーに自分について何がわかるのかと尋ねました。アリスは力のせいで友達を作ることができず、誰もが彼女が英雄の孫だから優秀だと思い込んでいました。もう、どうしたらいいのかわからなくなってしまった。エドラーはしばらく考えて、 何とかすると言った。そして、アリスに全力を尽くして、一度は何も心配しないではどうかと提案した。アリスは自分で解決すると叫び、エドラーは聞いているのかと尋ねた。やがて、エドラーは彼らが言うほどめちゃくちゃ強いのか、自分の力に対処できるのかと疑問に思い始めた。アリスは自分で対処すると言って、自分で対処する準備をした。 ダイアナは、アリスがもう一度挑戦しようとしていることに笑った。アリスがエドラーを攻撃する準備をしながら、魔法がいつも得意ではなかったことを振り返り、過去を思い返した。しかし、突然、アリスは激怒し、全力を解き放った。彼女は炎に包まれ、みんなを驚かせた。 彼女はそれを抑えようとしたが、エドラーが笑っているのを見ると怒りが強まった。アリスはエドラーに叫び、火を何とかするように頼んだ。ダイアナはアリスを取り囲む炎を見てあ然とし、火が非常に燃え持っていたため、すべての生徒が緊張しました。アリスはダイアナに聞くように叫びました。これを見たローラはあ然とし、 できるだけ早くみんなから離れるように警告しました。しかし、その頃にはアリスの炎は非常に大きくなり、ダイアナを襲おうとしていました。アドラーはダイアナを守るために介入し、アリスに完全に制御不能だと言いました。アリスは最善を尽くしていると叫び返しました。アドラーは、アリスが諦めなければ、 最終的にはそれをマスターするだろうと答えました。アリスは緊張してアドラーに本当に直すべきだと言いました。エドラーは心配しないように彼女を安心させ、誰も傷つけないようにと言いました。アリスは理解し、彼の言葉を信じると答えました。アリスが魔法を使い続けると、エドラーは何とか全員を炎から守りました。一方、 ローラは炎の強さに驚嘆し、魔法の力の量がミラベル夫人のものとほぼ同等であることに気づきました。アリスがこれほどの魔力を制御できれば、非常に危険になるか、非常に有利になるかのどちらかだ。緊張したダイアナはエドラーに向かって、あの炎は一体何なのかと叫んだ。イライラしたダイアナは、役に立たない炎だとしたら何なのかとエドラーに尋ねた。 ちょうどその時、炎はまたダイアナのことを言い出そうとしたが、エドラーが彼女を守るために介入した。緊張したダイアナは、アリスは一体何をしているのかと尋ねた。アリスはエドラーに、魔法を自分に従わせるにはどうしたらよいかと尋ね、エドラーは練習を続ければ、そのうちコツをつかめると答えた。緊張したアリスは、魔力が尽きたと答えた。 炎が徐々に消えていくと、エドラーはアリスの肩に手を置き、なぜ止めるのかと尋ねた。アリスは魔法が尽きたと言いかけたが、突然、魔法が完全に回復したと感じた。エドラーは微笑み、アリスに魔力を補充したと告げた。そして、大量の魔力を蓄えていたことを明かした。アリスは緊張しながら、それが一体どういう意味なのか尋ねました。 エドラーは、練習がいつまでも続けられるように予備が無数にあると説明した。アリスは驚き、ダイアナは唖然として、何と叫んだ。しばらくして、ララは授業が終わったと告げた。エドラーは、わかったと答え、アリスに朝、昼、夜に練習するように言った。練習を休んだアリスは、エドラーが知っているかと叫んだ。 エドラーは混乱してアリスを見た。アリスは馬鹿げていると叫んだが、エドラーは心配しないで、すぐに何も感じなくなると言って安心させた。アリスは大丈夫じゃないと叫び返した。突然アリスは泣き出し、言葉にできないと言った。そして、少しすっきりしたとエドラーに感謝した。泣き続けるアリスは、 ずっと悩んでいたことを悲しく認めた。エドラーはいつものように混乱し、不思議そうになぜ泣いているのかと尋ねた。アリスは聞かないでと叫び、彼には本当に無神経だと言った。エドラーは放課後、すべてを忘れて楽しもうと提案した。アリスは結局友達にはなれないかもしれないと言った。場面は校長室に移り、 ミラベルは魔法で全てを見守っていた。突然、警備員が入ってきて、第三王子のサニーヤがアカデミーを訪れていると告げた。ミラベルは、これを聞いて、いつものようにひるんでいないと述べ、警備員にスニーヤをラウンジまで案内するよう頼んだ。場面はその後に移り、スニーヤが部屋に入ってきてミラベルに調子はどうかと尋ねた。ミラベルは、 彼女が元気にしているのがわかると答えた。突然、ミラベルは怒りを感じ、自分の状況が良くないかもしれないと尋ねた。スニーヤは、そんなことはないと答えた。彼は心から彼女に長生きしてほしいと思っている。だから、彼女に潔く退任して学校を任せてほしいと願っている。マリベルは、残念ながら、 何度尋ねても答えは変わらないと答えた。彼女は自分は庶民の出身なので学校が貴族と平民を差別なく平等に扱うようにしていると説明した。セニョールは教師の方針を変えるつもりは全くないと言った。ミラボーは騙されないと答えた。ミラボーはアカデミーにいた間、 セニョールは誰に対しても本当に優しい若者に見えたことを認めざるを得ないと言った。しかし、実際には、彼は貴族の仲間とだけ交わり、平民を遠ざけていた、そうでしょう。そして、学校が輩出した優秀な卒業生の数々を誇りに思っている貴族たちについて、彼女は、学校は本当に退屈で刺激のない方法で運営されているのかと再度尋ねた。 セニョールは悲しそうに、先生は彼を信じていないと答えた。それは心が痛む。マリベルは、自分はもうすぐ80歳になるが、引退は頭になかったと再度言った。セーニャは、わかると答え、他に方法はないだろうと推測した。場面は数日後、エドラーとアリスに移り、アリスはそのような手段に頼りたくなかったと認め、 本当に計画を実行するのかと尋ねます。場面はアリスの部屋で、アリスはベッドに飛び乗って疲れ果てて横たわる。エドラーは朝も夜も休む暇もなく訓練しているという。アリスは一瞬たりとも休む暇がない。アリスは自分の手を見て、自分の魔法コントロールが実際に向上しているのか、それともただぐるぐる回っているだけなのか疑問に思う。 場面は生徒たちが冒険探検の実践クラスを始める日に移る。ララは通常の基本的なスキルに加えて定期的にエキサイティングなフィールド演習に飛び込むと説明する。このエリアはモンスターでいっぱいで理想的なトレーニング場であり、今回は2クラスでのコラボレーションです。その時、新しい人がやってきて、 担任のハイソン先生だと自己紹介した。ハイソン先生は、今回の課題は3人一組でモンスターを倒してポイントを獲得することなので、詳細はグループ内で話し合う必要があると説明する。ダイアナは、ハイソン先生は顔はいいかもしれないが、ルールは超厳しいという。一方、ティナはエドラーに一緒に仕事ができるのを楽しみにしていると嬉しそうに言う。 エドラーも挨拶を返す。ティナは興奮して、エドラーと組めるなんてラッキーじゃないか、任務は楽勝になるだろう、と尋ねる。三人目のチームメンバーは、自分たちハウルサイ厄介者だと怒っている。エドラーは話しかけようとするが、少年はエドラーに挨拶することを拒否し、そんな気楽な話し方をしないでくれという。ティナは少年の名前はエンで、 死者区下の長男で、態度からして貴族であることがはっきりわかると説明する。また、他のチームも貴族との問題に直面するかもしれないとも言う。エドラーは理解していると認める。ティナは、N がガイザーのような動きをするかもしれないと提案する。しかし、エドラーは正当な理由もなく N を叱責するわけにはいかないと答え、困惑した様子で彼らを見て、 なぜ平民と同じチームに泊まっているのか、この学校は冗談だと思っている。その後、悪魔のような笑みを浮かべ、貴族のこの苦境は長くは続かない、ただ頑張るしかないという。その後、冒険中にティナはゴブリンを殺し、一点を獲得したと発表する。しかし驚いたことに、エドラーはトレントに直撃したという。ティナは困惑して何、何 と尋ねる突然、火がモンスターに変身して襲いかかってくる。これを見てティナは唖然とし、モンスターの変装は完璧だった。全く気づかなかったと叫ぶ。エドラーは縁を見て、なぜ彼がそんなに奇妙な行動をしているのか困惑する。モンスターを倒した後、ティナは緊張してエドラーに助けを求める。エドラーは、 それが実際に練習に役立つかどうかわからないと答える。ティナは困惑しながらも、エドラーにどうやって残酷をあんなに簡単に見つけたのかと尋ねる。エドラーは魔法を使えば、彼にとっては浅め前だと答える。ティナは魔法をそんな風に使うのは誰もが得意なことではないとコメントする。エドラーはさらに重要なことに、N もそのクラスにいたけれど、 チームプレイには参加したことがなかったと述べる。ティナは、N はただ庶民を見下しているだけだと答える。ティナは、ハイセン氏が彼に似ていると聞いたことがあるとも言うが、ローラ夫人は貴族の間でも差別するタイプではないかもしれないが、ハイセン氏は庶民にはかなり厳しかった。エドラーは、それは興味深い話だと答える。突然、エドラーは何かを感じ取り、 ティナに何かがこちらに向かってくる10体ほどだと告げる。緊張したティナはモンスターではないかと尋ねる。エドラーはこの感覚は紛れもなく人だと思うのでモンスターではないと答える。ティナはエドラーが遠くからこれを識別できることに驚く。エドラーはティナがきちんと偵察できれば100キロ離れたところからでも感知できるだろうという。 ティナはこれに驚く。突然、彼らは10人以上の人間に囲まれている。ティナは緊張して、この人たちは誰なのかと尋ねる。襲撃者の一人が、自分の子供は二人ともヒーローアカデミー出身だが、みんな油断せず、彼らを侮ってはいけないという。男は、殺すつもりはないので落ち着くように言うが、抵抗すれば安全は保障できないと警告する。 ティナは緊張してエドラーに逃げるべきかと尋ね、仮面の男たちは追跡に慣れているようだし、エドラーでも苦労するほどの数がいると指摘するが、アンは叫んでティナに逃げられないと止めるように言う。緊張したティナは、アンが仮面の男たちに捕まえさせればいいと言っているのかと尋ね、最終的には捕まるのは自分たちだと説明して、はいと答える。混乱したティナは、 一体何を言っているのかと尋ねる。突然、驚いたことに、彼は剣を抜いてティナを攻撃する。ティナは何とか彼の攻撃をブロックするが、仮面の男たちも攻撃しようと迫ってくる。ティナは緊張し、もう他に選択肢がないことに気づく。みんなが驚いたことに、仮面の男たちは彼女に近づくことができない。 彼らは混乱した様子で、それは障壁なのか、いつ設置されたのかと尋ねる。アドラーは、仮面の男たちの言う通りだと答える。それから彼は縁を見て、ためらうことなく彼の腹を蹴り、エドラーの突然の攻撃にあぜんとする。エドラーはそれから縁に、彼も関与していたのかと尋ね、彼が探索を嫌がっていたにもかかわらず、 因が彼らをこのエリアに誘い込む攻撃を率いていたことを示唆する。ティナは状況を理解し、緊張しながらそれが本当かもしれないと同意する。すぐにティナは緊張しながらエドラーが関与していたとはどういう意味なのか尋ねる。仮面の男は状況がより複雑になっていることに気づくが、急いで作られた障壁だと考えて安心する。 彼は仲間に障壁を破壊するよう叫ぶが、彼らが探検で絶えず攻撃しているにもかかわらず、障壁は壊れない。仮面の男のリーダーは緊張しながら、これほど強力な障壁は見たことがないという。彼は爆発を使用するつもりなので仲間に道を開けるように言う。爆発を使用した後、彼は自信を持って、 障壁の内側にいる全員を間違いなく押しつぶしたに違いないという。チームメイトの一人が緊張して、バリア内の人々を攻撃するべきではなかったという。しかし、煙が晴れると、ティナとエドラーは二人とも無事で、傷一つ負っていないのを見てショックを受ける。リーダーは緊張して、子供が急いで設置した脆弱なバリアだったのではないかと考える。突然、 彼は後ろで誰も話していないことに気づく。振り返ると、エドラーがそこに立っていて、チームメイトがノックアウトされているのを見て唖然とする。彼は緊張して叫び、いつそれが起こったのか、エドラーがどうやって一人でバリアの外に出たのかを尋ねる。パニックに陥ったリーダーは、全員にエドラーを倒すように叫ぶ。戦いの後、 エドラーは全員を簡単にノックアウトする。ティナは驚き、信じられないと言い,い、自分を助けてくれたエドラーに喜んで感謝する。マスクの男たちは緊張し、エドラーのような人物に遭遇するとは思ってもいなかった。エドラーは、ティナに詳細を縁に聞いた方がいいかもしれないという。縁もまた緊張しており、平民がそんなことをしたとは信じられなかった。 ティナが縁に近づくと、彼女は叫び、彼が自分が置かれている苦境に気づいていないのかと尋ねる。ティナが驚いたことに、エドラーは縁の襟首を掴んで引きずり始め、彼女に謝り、数分間縁を借りると言った。混乱したティナは、エドラーが何をどうするつもりなのかと尋ねる。エドラーは、もっと詳しく話が聞きたいので、その場で聞いた方がいいし、 簡単に秘密を漏らすとは思えないと答える。エドラーは、ティナがあまり注意深く見ない方がいいと本当に思うという。これを聞いたティナは、むしろ通り過ぎたいと感じて、背を向けてノーという。エドラーは、これが一匹狼の仕業だと信じるのは難しいのかと考え、アリスのチームも攻撃を受けているかもしれないと推測する。 しかし、N はエドラーの考えを遮り、叫んで、家族がエドラーを許すはずがないから、先に進めと告げる。エドラーは、もしそうだとしたら、すべてを吐き出した後、二度と話せない体を作ってみたらどうかと尋ねる。これを聞いて、彼はあ然とし、エドラーに止めるように懇願し始める。エドラーは、 アリスとそのグループは今のところ大丈夫だろうと考える。その後、シーンはアリスとそのグループに移る。エドラーが予想した通り、アリスとそのグループは仮面の男たちに襲われる。襲撃者は凍結呪文を使って彼らを動けなくしようとするが、アリスは激怒して火の呪文で反撃する。アリスは緊張して、火をほとんど制御できないので、 チームメイトに距離を置くように警告する。仮面の男たちは混乱し、アリスが何をバカなことをしているのかと尋ねる。アリスは、たとえ死を意味するとしても、文句を言うべきではないと叫び返す。アリスは全力の火の呪文攻撃を放ち、仮面の男たちはパニックに陥り、氷の盾を使う。盾があるにもかかわらず、炎は激しく、 仮面の男たちは攻撃で火傷を負ってしまう。アリスはどうやら仮面の男たちを倒せたようだという。チームメイトたちはアリスの働きに感心しながら今やった信じられないようなことをアリスに尋ねる。アリスは自分の行動の衝撃に気づき微笑んでそれは全て厳しいスパルタ訓練のおかげであると答える。彼女はまだ魔法ではないが 魔法に近づいていると付け加える。それでも彼女はあの仮面の男たちは一体何だったのだろうと思う。突然、アリスは子供たちに全滅させられるなんて、なんてことだ、という声を聞く。まあ、彼らは結局、ただの反対派だった。よく考えれば、コストパフォーマンスは十分すぎるほどだと声は続ける。緊張したアリスは、 比前にそれはどういうことかと尋ねる。比前はアリスに静かに降参すればいいのではないのかと尋ねる。アリスは平然氏も味方だと気づき緊張して答える。アリスは緊張しながら、ハイゼンに彼の目的は何か、そして彼が教師であることを自覚しているかと尋ねます。ハイゼンは現在の役割は必要ないと答え、 二度と平民を教えないという考えは非常に楽しいと思います。アリスはこれを聞いて緊張しました。そして、ヒゼンは平民と貴族を平等に扱う愚かな政策をすぐにやめなければならないと言います。それを実現するには、校長のマリボル夫人を排除することが絶対に必要だった。彼はまた、 アリスが孫娘であることが計画にとって重要だったため、生徒たちを人質にとって静かに誘い込むとも言った。アリスは、すぐそばにいたララ夫人はどうなるのかと不安そうに尋ねる。ハイセンは邪魔だからララを眠らせたと答える。ララは貴族のはずだったが、彼らの目的を指示しなかったため、行動を起こさなければならなかった。 これを聞いたアリスの友人は、どうしたらいいかと不安そうに尋ねる。アリスは友人に後ろにいるように言い、捕まったらおばあちゃんがゲームオーバーになるのではないかと心配し始め、行動を起こさなければならない。突然、彼女の体から巨大な炎が吹き出す。これを見たハイセンは緊張し、突然の魔力の発言について尋ね、データにはなかったと指摘する。 アリスは敗戦に突進し、食べられる準備をするように言う。ヒサは笑いながら、どんなに協力でも避けられれば扱いやすいと答える。それを聞いたアリスは、もしそうなら、これはどうかと尋ねる。その時、アリスもヒサの背後から攻撃を仕掛ける。驚いたヒサは、何度も攻撃をかわし続ける。アリスは、 二つの攻撃を同時に扱うのはまだ難しいので緊張する。アリスは秘密兵器を使って二つの攻撃を組み合わせて火の渦に巻き込む。すぐに竜巻が発生し、飛散はその中に閉じ込められる。アリスは本当に飛散を倒したのだろうかと疑問に思う。驚いたことに、アリスは後ろから配膳の声が聞こえた。配膳は このちょっとしたトリックで本当に彼を倒せると思うのかと尋ねる。アリスは緊張して後ろを見ると、地面からハイゼンが現れたのを見て唖然とする。それは影であり、ハイゼンは影の中でテレポート呪文を使用していることに気づく。ハイソンは、こんな魔法を使うとは思っていなかったが、さすがは勇者の孫といったところだという。一方、 アリスは激しく息を切らしている。それを見て、ハイソンはアリスに限界が来たのかと尋ねる。アリスは、まだ始まったばかりで、これよりずっと厳しい訓練に慣れていると叫ぶ。諦めない決意をしたアリスだったが、突然背後から襲われ、地面に叩きつけられた。襲ってきたのが誰なのか目を覚まそうとしたが、姿が見分けられなかった。 それは他でもないダイアナだった。ダイアナは笑いながら、アリスは背後から襲われるとは思っていなかったようだという。アリスはダイアナもそれに加担していたことに気づく。ハイソンは、アリスが本当にこの状況を予見できないと思っていたのかと尋ねる。また、戦略的に各チームにコネのある貴族の生徒を配置していたことも明かす。ダイアナは、 アリスの顔を見なくて済むと思うとほっとするという。アリスはまだ起き上がろうとしながら戦いはまだ終わっていないと主張します。子孫はイライラしながらアリスを平手打ちしようとしてアリスはとても頑固だから落ち着いて少し眠るべきだと言います。しかし驚いたことに突然誰かがどこからともなく彼の手を掴んだ。 ハイソンは激しく誰かを尋ね、その手の方へ振り向いた。エドラーの姿を見て、アリスは興奮して彼の名前を呼ぶ。エドラーの名前を聞いて、ハイソンはこれがルボールドの転校生なのかと緊張する。振り返ってアリスを見ると、彼女がいなくなっていて驚いた。もう一度振り返ると、エドラーがアリスを木に向かって運んでいるのを見て驚いた。 アリスを木に押し付けた後、エドラーはよくやったと褒める。アリスは微笑み、それはすべて謎の誰かの訓練のおかげであると答える。エドラーはそれからハイソンを激しく見つめ、今は彼次第だという。混乱して緊張したハイソンは、エドラーが何を言っているのか尋ねる。ハイソンは後ろを見て、ダイアナと他の護衛がすでに地面に倒れているのを見て驚く。 彼は緊張して一体何が起こっているのか尋ねる。エドラーはみんながおしゃべりしている間自分がみんなの面倒を見たと答える。それからヒゾンは自分のチームの高貴な学生が自分に何が起こったのかと尋ねた。エドラーは円を虚空から引き出し、ヒゾンが自分のことを言っているのかと尋ねる。エノを見て、 ハイゼンはアゼンとし、すべて自分のせいだと言い、やめるようにとエドラーに神経質に謝る。エドラーは N からすべての話を聞いたという。ハイゼンは緊張し、エドラーが N に何をしたのかと尋ねる。エドラーは、ちょっとだけ教訓を与えただけだと答える。ヒゾンは激怒して叫び、N の精神が崩壊していないかと尋ねる。エドラーは微笑み、 ヒゾンに心配しないように言い、彼らを治す前にまず壊すのが最善であり、すべて順調だという。これを聞いて、ヒゾンは緊張し、彼らはまだ他の場所に人質を隠していると指摘する。ハイソンは、エドラーがこれ以上何かをしたら人質を離さないと警告して、エドラーを操ろうとする。エドラーは、もう全員を捕らえたと猛烈に答える。 驚いたハイソンは何だってと叫ぶ。エドラーは縁からの情報に基づいて全員を倒したと説明し、今のところティナは生徒たちの治療に忙しい。だから現状では計画全体がすでに煙に巻かれている。ショックを受けたハイソンは自分の計画が失敗したことが信じられない。ハイセンはそんなはずはないと叫び、 エドラーが自分を混乱させようとしていると非難する。エドラーは人間界に来るまで友情の意味がわからなかったと答える。エドラーはアリスが苦しんでいるのを見るのは気分が良くなかったと付け加える。これを聞いてアリスは感心する。エドラーは敗戦に静かに降伏するという選択肢を提示し、今は感情を抑えるのが難しいかもしれないと示唆する。 これを聞いて、ハイゼンは激怒し、剣でエドラーを攻撃する。エドラーがじっと立っているのを見て、ハイゼンは罠ではないかと考えたが、それには引っかからないことにした。ハイゼンは影をすり抜けて転移魔法を使い、エドラーの片足をつかみ、動けなくしようとした。しかし、ハイゼンが攻撃すると、エドラーはそこにいなかった。突然、 エドラーが些細なことだという声が聞こえた。緊張して混乱したハイゼンは何が起きているのかと不思議に思った。エドラーがハイゼンの後ろに現れ、それは罠だったと明かした。ハイゼンは反射的に剣をエドラーに向かって振り回した。ハイゼンが驚いたことにエドラーは剣を受け止めた。剣を動かせなくなって唖然としたハイゼンは、 たった二本の指で剣を粉々に砕いた。エドラーが驚いたことに、ハイソンは笑い始めた。混乱したエドラーは理由を尋ねる。するとハイソンはちょっとしたひねりがあると言い、大笑いし始める。ハイソンは自分の歯に毒が塗られており、ほんの少しでも体内に入ったらワイバーンを倒せると明かす。エドラーがどんなに強くても、 死は避けられないと主張する。ハイソンは自分を過小評価して歯を素手で受けたことがエドラーの最大の失敗だと主張する。時間が経つにつれ、ハイソンは混乱し、なぜエドラーはまだ立っているのか疑問に思う。混乱したハイソンは、なぜ全く反応がないのかと尋ねると、エドラーは軽く刺すような痛みで応じ、緊張したハイソンは、 強く早く当たるはずだったと叫ぶ。アリスは毒はエドラーには効かないと明かす。退屈したエドラーは本当に終わりなのかと尋ねる。ハイソンは大笑いし始める。ハイソンは実は素晴らしい機会だと思ってきたのだと答える。アリスは混乱してハイソンが何を言っているのかと尋ねる。ハイソンは魔法を使い始めると、 突然地面から何かが現れる。ロボットのように見え、ハイソンはその中に座っている。エドラーは混乱して、これは何なのかと尋ねる。ハイソンは笑って、驚いたかと尋ねる。それから、それは古代の超兵器メカドラゴンマシンだと説明する。ハイソンはまた、遺跡の奥深くに眠っていたその兵器を復活させて現代に持ち込んだと説明する。 それは実は伝説のミラーボールを倒すために設計された究極の兵器なのだ。しかし、ハイソンはまだ実戦の味付けが足りないと指摘し、エドラーが完璧な最終テストになるだろうと考えている。ハイソンがメカを飛ばすと、エドラーは誰かが内部から操縦しているのかと尋ねる。ハイソンはエドラーの言う通りだと認め、現代の世界ではこんなものは見つからないだろうと付け加える。 ハイソンはまた、自分の知性をメクタと融合させて史上最強のドラゴンになるつもりだと語る。彼は、彼らがそのようなものと戦っているという考えに驚嘆する。ハイゼンはメカを地面に着地させ、できるなら名誉を持って死ねとエドラーに言う。着地は大きな衝撃を生み、アリスはその驚異的な力に驚嘆する。 ハイゼンはエドラーに突撃するように言う。エドラーはまだ混乱したままメカを見る。ハイゼンは攻撃するが、エドラーはかわし、魔界のドラゴンの方が少し強いことをハイゼンは知っているかと尋ねる。ハイゼンは激怒し、エドラーが本当に攻撃をかわし続けられると思っているのかと尋ねる。エドラーが永遠にかわし続けることはあり得ないとハイゼンは警告する。 配膳は笑いながら、エドラーの攻撃はメカの貫通不可能な体に効かないという。そして、エドラーが勝つ見込みはないと宣言し、メカの足でエドラーを押しつぶそうとする。突然、子孫は自分の位置がわからなくなり混乱し、緊張して彼らがどこにいるのかを尋ねます。一方、エドラーはメカを空中に持ち上げ始めます。空中に上がると、 エドラーはメカを地面に向かって蹴ります。メカが地面に墜落すると、子孫はメカの中で揺さぶられます。メカが壊れていないのを見て、エドラーはその驚くほど丈夫な走行を称賛します。一方、子孫は緊張して、今何が起こったのか、メカの中でなぜそのような強い衝撃を受けたのか疑問に思います。ハイソンは新しい技を使い、 この技でかつて一国の城を倒したことがあると主張し、メカの鉄の尻尾でエドラーを攻撃する。エドラーは攻撃をあっさり防ぎ、ハイソンがそんな技を繰り出せるなんて驚きだと語る。怒りが増すハイソンは秘密兵器の出番だと叫ぶ。そして、ドラゴンミサイルをエドラーに発射する。エドラーはそれをかわすために走り出すが、 ミサイルが自分を追跡していることに気づく。ハイソンは自動追跡機能を備えた長距離ミサイルで国を屈服させるほどの威力があると説明する。装填に莫大な費用がかかるため、これまで使用を避けてきたと付け加える。一方、エトラーはミサイルが追いかけてくるので困惑していた。彼はあるアイデアを思いつき、試してみることにした。 ハイソンは、エドラーがどうやって逃げ続けるのか不思議に思い、エドラーは諦めて平和を見つけるべきだと考えているという。しかし突然、驚いたことに、エドラーがメカに向かってまっすぐに近づいてくるのが見えた。エドラーは土壇場で進路を変えて自分にぶつかるつもりなのかと緊張しながら尋ねるが、今度はエドラーの策略には引っかからないと言い張る。 ハイセンはメカと共に空を飛び始め、エドラーにまだ感心しているか、空中でメカに追いつくことができるかと尋ねるが、エドラーが飛び始めたのを見てハイセンは唖然とする。エドラーがすぐ近くにいるのを見てハイセンは叫び、それ以上近づくなと言うが、エドラーがメカに近づき、自分の剣で頭を切り裂くと、もう遅かった。メカの顔が開き、エドラーは中に入る。 ミサイルが彼を追いかけ、メカの中で大爆発を引き起こす。その後、メカは落下して地面に墜落する。その後、ハイセンは、こんなはずではなかったと言いながら、なんとかメカから脱出する。エドラーが一体何者なのかと緊張し、伝説のミラベルと対峙するはずだったメカが破壊されたことに少し悲しむ。仕方がないと思いながらヒゼンは歩き出す。 日が沈む中、今は物陰に隠れて退却するしかない。その時、ヒゼンはスニールにこの失態を報告したらどんな罰を受けるのかと緊張する。突然、エドラーの声が聞こえ、ヒゾンは逃げても無駄だと知っているかと尋ねる。追いかけてくるエドラーを見て、ヒゾンは逃げようとするが、怪我で地面に倒れる。今度はエドラーがヒゾンの肩に手を置いて押さえつける。 突然、エドラーは剣をヒゾンの顔の真横に突き刺し、ヒゾンを怖がらせる。エドラーはヒゾンに自分が塗った毒を試してみたいかと尋ねる。ヒゾンは緊張して何、何と聞く。エドラーは大丈夫だと答え、剣をヒゾンの背中に突き刺す。エドラーはまた、下毒呪文を唱えていたので、ヒゾンは何度でも戻ってくることができるとも言う。 子孫は緊張しながら、何度でも戻ってくることができるのかと尋ねる。エドラーは剣を取り出し、下毒呪文を唱え、そしてまた突き刺すと認める。数日後、場面はアリスに移り、アリスは人々がエドラーについて話しているのを耳にする。ある少女がシナに、新しい転校生は本当にあの機械のドラゴンを一人で倒したのかと尋ねる。 ターナは緊張した様子で、先生たちは古い武器だと言っていたから、故障して自爆したのだろうと答える。少女は人間がそんなものにまともに対抗できるはずがないと同意する。それを聞いて、アリスは自分の目で見ていなかったら自分も信じなかっただろうと思う。突然、少女が配膳が全く別の人に変わったと聞いたというのが聞こえてくる。 アリスは、ダイアナと配膳士に加わった生徒たちが学校から追い出されたことを知る。ダイアナのことを考えていると、突然、少女がアリスを見つめ、これからは貴族に目を光らせた方が賢明だという。それを聞いて、アリスは、このようなことがいつ起こるかわからないので、自分の身を守る必要があると思う。そのためには、エドラーの助けが必要だと決心する。 場面はエドラーに移り、アリスとガイザーが二人とも走ってきて、彼の名前を叫ぶ。二人はお互いを見て驚き、二人ともエドラーに何しに来たのか尋ねる。その瞬間、エドラーは安らかに眠っていたが、アリスとガイザーの突然の侵入に邪魔された。ガイザーはエドラーに自分を訓練してほしいと告げる。エドラーは緊張して、 突然の深い考えについて尋ねる。ガイザーは涙ながらに、前回の事件でとても無力だと感じた自分の弱さが最大の罪だと気づいたという。ガイザーは、そのような困難を乗り越えられないのなら、エドラーを兄弟と呼ぶ資格はないという。エドラーはこれを聞いて緊張する。突然、アリスも自分の力で自分を守り、強くなりたいと叫ぶ。 その後、アリスとガイザーは二人ともエドラーの顔に目を凝らす。エドラーは OK と答えるが、かなり厳しいと聞いているので、厳しい訓練の準備ができているか尋ねる。アリスとガイザーはお互いに顔を見合わせ、興奮して、はい、と答える。場面は校長室に移り、マリベルとローラが話している。マリベルは、 エドラーが機械化ドラゴンのような古代兵器を一人で破壊できると考えるのは彼の能力を過小評価しすぎていたことを示しているという。ララはクラスの先生であるにもかかわらずこんなに無力だったことを浴びる。ミラベルは今回は仕方がない愛するハイソン先生がそんな風に裏切るとは思っても見なかったと答える。ミラベルは ハイソンが一人で全てを準備したとは信じがたい。次に彼女は第三王子のサニアについて尋ねる。ララは何度か死者を送ったが、サニアはずっと無実を装っていたと答える。実際、ハイソンの明確な証言があっても、全ての証拠が完全に破壊されたということは、主犯が逃げ出したことを意味する。ララは彼らの計画の大胆さを考えると、 すぐに何かが起こるのではないかと疑い始めたと話すと、マリベルは、スニールがあのように簡単に諦めるとは信じられないと答えます。マリベルはまた、ハイセンが学校に潜んでいる唯一のプリンセス派閥ではないのではないかと疑っています。スニールは間違いなく次の動きを企んでいるからです。彼女は、彼らが高齢者にもう少し親切にしてほしいと付け加えます。 次のシーンは数日後に移り、エドラーがガイザーとアリスを訓練しています。ガイザーは剣の斬撃を練習していて、もうできないと激しく言います。エドラーは、それは5624回しか起こらないと答えます。ガイザーが少し自由になり、斬撃をやめるとすぐに彼は電気ショックを受けます。エドラーは、ガイザーが急がないと、 何度でも攻撃を受けると叫ぶ。突然、アリスが火の玉でエドラーを攻撃するが、エドラーは簡単にそれを感知してブロックする。アリスは自分の能力をコントロールするのがうまくなっていると嬉しそうに言う。アリスは事件以来、自分とガイザーはエドラーの下で訓練を受けていると話す。信じられないほど激しい訓練だが、 進歩を実感できると彼女は言う。エドラーはしばらく考えてから本格的な訓練に飛び込む時が来たと思うという。これを聞いて、アリスとガイザーは二人とも困惑してエドラーを見る。そして彼らは全員別の場所に向かう。ガイザーはエドラーに本格的な訓練をすると聞いたと言い、エドラーはイエスと答える。アリスは困惑した様子で、 一体何が起こっているのか尋ねる。突然、アリスはエドラーの部屋にドアがあるのを見てアゼンし、緊張しながら、そこには今までなかったという。ドアを入って階段を降りると、アリスは不安そうにここは何かと尋ねます。ガイザーは怯えた様子で、あの時の恐怖がまだ彼を悩ませていると言います。これを聞いてアリスはさらに混乱し、 どういう意味か尋ねます。エドラーは、部屋のセキュリティがひどいので彼が作ったサブスペースだと説明します。これを聞いてアリスは緊張して、本当にエドラーが作ったのかと尋ねます。エドラーは別のドアの方へ移動し、そこはリビングエリアに通じていて、このドアの向こうにはトレーニング場があると言います。アリスとガイザーは驚いて、何、トレーニング場 と尋ねます。中に入るとアリスは緊張してこんな場所で何をしているのかと尋ね、エドラーは微笑んで、すぐに飛び込んでパーティーを始めるように言います。突然、表面に魔法陣が現れ、そこからたくさんのモンスターが出てきます。モンスターを見てアリスとガイザーは両方ともアゼンとします。エドラーは、それはモンスターを召喚する呪文だと説明します。 アリスはエドラーがモンスターを作れると聞いて驚き、モンスターを作ることが可能だと言っているのかと尋ねる。アリスはすぐに雑談している場合ではないと言い添える。突然、モンスターがアリスとガイザーを襲い始める。ガイザーは緊張して、このモンスターは一体何なのか、とても強いのか、そしてどんどん出てくるのかと尋ねる。ガイザーはエドラーに、 全部で何匹のモンスターが出てくるのかと尋ねる。エドラーは千匹くらいいると思うと答える。ガイザーがそれに気を取られている間に、後ろからモンスターが襲いかかってくる。めまいがして気を失いそうになったガイザーは緊張してエドラーが本気なのかと尋ね、助けを求める。しかし、エドラーはただ笑うだけで何もしない。それを見たアリスは緊張して、 訓練だと思っていたので本当に死ぬのかと尋ねる。一方、反撃を試みるガイザーは突然どこからともなく元気を取り戻し始める。ガイザーはモンスターを軽々と切り倒し、体が回復し始めていると嬉しそうに言う。アリスは驚いてどういうことかと尋ねる。エドラーは この部屋には誰かが死に瀕すると自動的に治癒する呪文がかかっていると説明する。ガイザーは、エドラーがもっと早く教えてくれればよかったのにと叫ぶ。エドラーは微笑み、すぐに言ってくれれば緊張がほぐれたのにと答える。これを聞いてガイザーは腹を立て、エドラーは、人は絶対的な限界に追い込まれた時にこそ真の力を発揮できると説明する。 そして、実際に何度か死んだことがあると付け加える。緊張したガイザーは叫び、エドラーにそれはどういう意味か尋ねる。3時間後、場面は変わり、ガイザーとアリスがついに全てのモンスターを倒した。エドラーは微笑み、休んで翌日の授業に間に合うように言う。帰り道、ガイザーはエドラーが本当に何も我慢せず、 最善を尽くすことしかできないのはなぜかと不思議に思う。部屋のドアのところで彼は手紙を見つける。手紙を見たガイザーは女の子からのラブレターかと不思議に思う。しかし読んで緊張し一体何なのかと尋ねる。場面は同じ日の放課後に映る。ガイザーはどこかへ向かう途中で、 この状況に申し訳ない気持ちしか湧かないと反省する。部屋に入ると、男の子がガイザーに挨拶し、ガイザーは時間がかかりすぎるという。ガイザーは、その男の子がゲルズの兄だと特定し、授業が終わるとすぐに駆けつけたが、一年生の教室は遠いと説明する。驚いたゲルゼスは、ガイザーは本当に言い訳をしようとしているのかと尋ねる。 部屋に座っている男の子と女の子は非常に怒っているように見える。緊張したガイザーはゲルゼスに謝る。ゲルゼスは、領地の管理に圧倒されている父親の代理をしていると説明する。子供の頃からガイザーの面倒を見てきたゲルゼスは、ガイザーは相変わらずのロマカと尋ねる。そして、この忙しい人がなぜ自分のために時間を割いてくれたのか。 ガイザーにわかるかと尋ねる。ガイザーはわからないと答える。ジェラスのエンドはガイザーが平民に負けたと聞いたと叫び、ガイザーを少し緊張させる。ジェラスは続けて、それだけではない。ガイザーがその平民の従者になったと聞いたという。突然、ゲルゼスは椅子に激しく手を叩きつけて壊し、名門グラガルカの恥だと叫ぶ。ゲルゼスは、 最近、みんなの彼に対する認識が明らかに変わったとも言う。彼は激怒して、なぜガイザーのせいで自分が下げ済まれなければならないのかと尋ねる。ガイザーは何か言おうとするが、その前にゲルゼスは壊れた椅子の破片をガイザーに投げつけ、言い訳の余地はないと言ったと叫ぶ。 そしてゲルゼスはガイザーにもう一度あの庶民と戦うよう命じ、今度はガイザーが勝たなければならないと主張する。彼はそれは選択肢ではない。ガイザーはそれを受け入れなければならないという。ガイザーはためらい、我々の実力はと尋ねる。ゲルゼスは怒って、ガイザーがなぜ本気でできないと言わないのかと問い詰める。突然、 ゲルゼスが驚いたことに、ガイザーはできないと叫ぶ。ゲルゼスは分かったと答え、突然ガイザーの腹を蹴り、ガイザーがどうして自分の命令に逆らう勇気があるのかと問い詰め、彼の訓練がまだ足りないことを示唆する。その時、ガイザーは痛みに気づき、逃げ出したい衝動に駆られる。ガイザーを殴り続けるゲルゼスは、本当はやりたくなかったが、 ガイザーが頭が硬いので仕方がないと言う。そして、みんなに自分の立場を理解させなければならないとも言う。ガイザーは、これは予想以上で本当に痛い,いのかと疑問に思う。ゲルゼスは再びガイザーに、あの平民ともう一度対決するように言い、どんな手段を使っても平民を倒したいと強調する。ゲルゼスは、ガイザーならできるとわかっていると主張する。 驚いたことにガイザーは嫌と否定する。混乱したゲルゼスは何と叫ぶ。その後、場面はエドラーの訓練場に移り、エドラーとアリスがガイザーを待っていた。エドラーはガイザーは訓練に遅れると言っていたが、本当に時間をかけていたという。アリスはガイザーはただ逃げただけかもしれないという。これを聞いたエドラーは、 何も考えずに部屋を出て行き、ガイザーを見つけてずれ戻さなければならないと告げる。それを見たアリスは、緊張しながら、二人とも参加を強制されるのかと尋ねる。これに対してエドラーは、二人は訓練を懇願してきたのではないのか、逃げるという選択肢はなかったのかと答える。アリスはエドラーが二人を見つけたらどうするつもりなのかと尋ねる。 エドラーは何かを取り出し、追跡のために匂いをつけたと言い,い、魔法を使う準備をする。アリスは魔法人を見て緊張する。エドラーは空中に三次元でしか作れないと説明する。三次元魔法について聞いたアリスは完全にショックを受け、魔法は二次元だけのものではないのかと疑問に思う。突然、白い光が円の中に現れ、 そこから大きなフェンリルが召喚される。フェンリルが召喚されると、アリスは緊張しながら、その大きさは大きすぎないかと尋ねる。エドラーは、フェンリルは巨大な狼の怪物だと答える。その名前を聞いて、アリスは不安そうに、フェンリルは伝説の獣ではないのかと尋ねる。エドラーは困惑した様子で、魔界にはフェンリルがかなりいると答える。 そして、フェンディルに探さなければならない人がいると告げる。フェンディルは、それは彼にとっては簡単な仕事だと答える。アリスは驚いて、フェンディルは話せるのかと尋ねる。エドラーは、フェンディルだから話せるはずだと答える。アリスはエドラーに、常識のように言わないように言う。このままでは学校全体が混乱に陥るかもしれないと考え。 アリスはどうしたらいいのかと不安になる。その後、シーンはしばらく後に移り、エドラーがフェンリルと一緒に走っていて、ガイザーは近くにいるかと尋ねる。アリスは後ろから追いつこうとしているのが見える。アリスは心の底で、フェンリルの大きさに少し安心している。彼女はフェンリルが魔法を使って小さくなれるかどうか尋ねます。 エドラーはいいよと答え、フェンリルに小さくなるように言います。アリスはまた、フェンリルが喋るのをやめさせることは可能かどうかエドラーに尋ねます。彼らが歩いていると、通り過ぎる人はみんな彼らを見て、あの子は誰だろうと考えます。人々はなぜあの子が5年生のゾーンにいるのか、あの犬は一体何なのかと考えます。ある場所に到着すると、 フェンリルは立ち止まります。エドラーはここが正しい場所かと尋ね、フェンリルは確認のために吠えます。近づくと、エドラーはガイザーの魔法を感じ取り、フェンリルに助けてもらったことに感謝する。門のところで、警備員がエドラーを呼び止め、一年生は中に入れないと言って誰なのか尋ねる。エドラーは微笑み、中に知り合いがいると答える。突然、 フェンリルが現れ、吠えながら吠えたて、警備員を緊張させる。気をそらした隙に、エドラーは簡単に門を抜ける。ガイザーは緊張して、いや、ただやられているだけだと答える。これを聞いたエドラーは困惑した表情でガイザーを見つめる。突然、ゲルゼスが口を開き、エドラーが兄のガイザーを迷わせていると非難する。ゲルゼスは、 エドラーからこんなことをされるとは思ってもいなかったと付け加える。エドラーはまだ困惑した表情をしている。ゲルゼスは兄と重要な話をしていると謝罪し、エドラーに退出するよう丁寧に頼む。その時、ゲルゼスの仲間たちがエドラーに近づき、一緒に外に出るようせだんだ。少女の一人は彼に愛情を示すとさえ申し出た。 しかし、どこからともなく、エドラーは少年を地面に叩きつけた。少女はエドラーにふざけるなと攻撃しようとしたが、エドラーはすでに彼女を弾くバリアを作っていた。緊張したゲルゼスは、エドラーは普通の一年生ではないようだという。ゲルゼスはエドラーに自分と喧嘩をしたら一生後悔するだろうと、自分の言葉に注意するよう警告する。しかし、 驚いたことに、エドラーは聞く耳を持たず、代わりにガイザーを掴み、トレーニングに戻るように言った。ゲルゼスは再び叫び、エドラーは彼を過小評価しているのではないかと尋ねる。彼は剣を拾い上げ、エドラーに、エドラーでさえ自分が誰と取引していたか知っているのかと尋ねるよう要求する。ガイザーは、兄のゲルズが名門伯爵グルゲル家の次男だと説明する。 ゲルズは、高校三年生の時に剣道部の部長を務め、卒業後は王家の騎士になることが決まっていると付け加える。エドラーは冷静に、それは面白いと答える。ゲルズが苛立ち、エドラーは身をもって知るまで理解できないようだと叫ぶ。ゲルゼスはエドラーに向かって飛びかかり、平民の腕を一本か二本取って懲らしめてやるぞと叫ぶ。しかし、 ゲルゼスが驚いたことに、エドラーは剣で彼の攻撃を防いだ。ゲルゼスは緊張して、エドラーがいつ剣を手にしたのかと不思議に思うが、エドラーは遠慮したにもかかわらず、まるで子供の遊びのように彼の攻撃を難なく受け流した。突然、どこからともなく、ゲルゼスの顔にパンチが当たった。ゲルゼスは後ろに倒れ、地面に倒れる。ショックを受けたゲルゼスは、 何が起こったのかと尋ねる。エドラーは、ゲルゼスにやる気があるか、もしあるなら挑戦を受ける覚悟はできているかと尋ねる。突然、ゲルゼスは自分の体が勝手に動いているように感じる。一方、周囲の人々は、地面に座っているのはゲルゼス教であることに気づき、乱闘かどうか疑問に思い、何が起こっているのか見守る。これを見て、ゲルゼスは、 グリグルカの一員として弱みを見せるのは許されないことだと悟る。決意を固めて立ち上がり、剣を掴む。それを見たエドラーはゲルゼスに戦う覚悟はあるのかと尋ねる。ゲルゼスは何年かかっても容赦はしないと断固として答える。そしてオーラブレードの洗礼剣を抜く。ゲイゼスは それが剣の達人だけが使えると言われる究極の技だとも説明する。そしてエドラーは、オーラブレードの洗礼剣を普通の剣と同じように簡単に扱えると思うかと尋ねる。剣を持ったゲルゼスを見て、他の生徒たちは緊張し、ゲルゼスが一年生を殺すかもしれないとパニックになり始める。彼らは急いで先生を呼ぶ。一方、 ゲルザスは激怒してエドラーを攻撃する。驚いたことにエドラーは攻撃を簡単に防ぎ、切り裂く。驚いたゲルザスは、エドラーがどうやってそんなことをしたのか不思議に思い、どうしてそんなことが可能なのかと叫ぶ。エドラーは、ゲルゼスは自分の目で見ることができなかったのかと答える。ゲルゼスはエドラーもオーラブレードを使っていることに気づき、 緊張しながらエドラーがどうやってオーラブレードを使えるのかと尋ねる。エドラーは困惑した様子で、誰でも簡単に使えるものではないのかと尋ねる。ゲルゼスはオーラブレードを習得するのに何年もかかったので不可能だと叫ぶ。エドラーは5歳の時には楽々と扱えたと答える。ゲルゼスはショックを受け、エドラーは嘘をついているに違いないと主張する。 剣がぶつかると、ゲルゼスは自分が押し戻されているのに気づく。エドラーはゲルゼスに、それがベストショットかと尋ね、まだ表面を引っかいた程度だと思い出させる。これを聞いたゲルゼスは激怒し、エドラーが何を言ったのかを問い詰める。そして、アナドルナと叫び、全力を出し切ってエドラーに向かって切りかかる。攻撃後、ゲルゼスは笑い始め、 どうだったかと尋ねる。それから彼は、エドラーが仕返しとして考えるかもしれないと示唆する。しかし、霧が晴れると、ゲルズはエドラーがバリアの中にいて完全に無事であることに驚愕する。エドラーはゲルズにもっと頑張らないと簡単にやられてしまうと告げる。ゲルズは緊張し、栄称してバリアを作る時間がなかったのに、 どうしてそんなことが可能なのだろうと不思議に思う。ジェラスは緊張して疲れ果てている。全力を尽くしたのに動けず、剣さえ砕け散っていることに気づく。エドラーが近づいてきて激しく攻撃する準備を整え、今こそ真剣なレッスンの時間だというと、彼は怖くなる。突然、アリスがやってきて、エドラーに止まるように叫ぶ。 彼女は騒ぎを聞いてようやくそこにたどり着いたと説明する。エドラーは、それが彼女が遅れた理由かと尋ねる。アリスは、エドラーが彼女を置き去りにしたからだと叫ぶ。彼女は続けて、彼を倒せる人はほとんどいないと言ったので、その方針は窓から投げ捨てた方がいいという。エドラーは、いいですよと答え、さらに重要なのは、 早く訓練を始めないと寝るのがどんどん遅くなるだろうという。ガイザーはメニューが変わらないようだとコメントする。ゲルゼスはガイザーに向かってこれが終わりだと思わず後で後悔する準備をするようにと叫ぶ。彼はまたガイザーをグラガルケの恥と呼ぶ。突然ガイザーはもう従わないと宣言する。驚いたゲルゼスは ガイザーが何を言っているのか尋ねる。ガイザーは、兄弟や家族は関係ない。なぜなら彼は生まれ変わるからだ、と答える。ゲルザスは激怒し、何を言っているのかと問い詰める。一方、アリスとエドラーは、ガイザーがやりたい放題しているのを見て微笑む。場面はお嬢状に移り、そこで作業員がスニールに、ゲルザス教が平民に打ちまかされたようだと伝える。 スニールは、ゲルザスが王立騎士の候補者だったことを思い出す。そしてスニールは、それはすべてマリベル夫人の教育哲学のおかげなのかと尋ねる。出席者の一人が、スニールがただ皮肉を言うために来たのなら出ていくように言う。スニールは、皮肉を言っているのではなく、ただ彼らの考えを明確にしたかっただけだと答える。そして、彼は立ち去るという。 彼が部屋を出るとき、彼はドアのところでマリボル夫人に会い、挨拶する。マリボルはスニールを見て怒り出す。そしてスニールは、前回の事件は激しかったのか、生徒は全員大丈夫なのかと尋ねる。ミラベルは、全員大丈夫だと答える。そしてミラベルは、スニールに何のためにここに来たのかと尋ねる。セニョールは、 それはただの挨拶だったと答え、先へ進むよう提案する。すると、そこに座っていた少女がマリベルが遅れた理由を尋ねる。マリベルは学校の用事が忙しくて遅れたと謝る。二人は時間はたっぷりあるから大丈夫だと答える。そして、それが彼女たちの性格だと言い、ついに四人のヒーローが久しぶりに集まる時が来た。 聖女の少女の名前はマヤで、彼女はマリベルに学校での扱いはどうかと尋ねる。マヤはまた、マリベルがまた年を取ったように見えるとコメントする。マリベルは魔法で時計を戻した人が、もう戻れないと言ったと答える。マヤは瞬きをして、聖女は結局いつも輝いていなければならないという。それを見て、カレンは笑い。 何も変わっていないとコメントする。ミラベルは同意し、それは全く別の話だと付け加える。マヤは同意し、否定できないという。しかし、サギはキランに自分のことは自分でやれと怒る。マリベルは、学校の状況は自分が思っていたよりも深刻だと話す。特に子孫と貴族の生徒たちの事件で、キャンパスの雰囲気は不安に染まっていた。 サギーは、マリベルが最初にヒーローアカデミーを設立した時と同じように哀れだという、明確な階層を確立することは国に安定をもたらし、そのおかげで彼らの東の国は繁栄したと彼は指摘する。サディーは、マリベルの素朴な理想が国を混乱に陥れていると以前に警告したと叫ぶ。マヤは、愛するおじいちゃんがまたやっていると皮肉を込めて言う。 サギーは自分の生徒が悪事を働いているので責任を感じるかとマリベルに尋ねる。マリベルはそれは非損のことだという。彼女は彼の剣術は並外れていて、彼の教えは厳しいが尊敬されていたと説明する。しかし彼の考え方は悪役に影響されていた。これを聞いたサギーは叫び、 王国の剣術副師範であるミラベルが非善の攻撃を命じたと言っているのかと尋ねる。マヤは彼を落ち着かせようとする。突然、サギーとマヤはミラベルからセニョールの名前を聞いてショックを受ける。ミラベルは、事件の前にセニョールが頻繁にミラベルを尋ねてきて、校長を辞めるよう説得しようとしていたと説明する。ミラベルは、 そのような機械のドラゴンの所有権を主張できる人は多くないと付け加える。そして、怒りながら、さっき第三王子のサニールと何を話していたのかと聞く。その問いに、サイエは沈黙する。ミラベルは、たとえ世界を救った同志であっても、彼らの答えによって、ヒーローアカデミーが本当に正しい道を進んでいるかどうかが決まるという。マヤは、 ミラベルの予想通り、セニョールは彼らに好意を持っていないという。それが隠された真実なら、スニールに直接聞いた方が早いのでは、とカレンは言う。マリベルは、襲撃のために雇われた傭兵盗賊に関係する手がかりがあるはずだという。カレンは、それはこの王国のただの盗賊団ではないと答える。それを聞いて、マリベルは少し緊張する。 カレンは、ハイゼンが第三王子シニールの命令に従ったと告白し、そのつながりが不可能であることを証明したとしても、考えるのをやめるようにマリベルに言う。カレンは立ち上がって、会話を続けるのは無意味だ。マリベルがどんなに努力しても、その理想は夢に過ぎないという。マヤもマリベルに謝る。全員が去った後、マリベルは悲しく、 自分たちがうまくやっていけるだろうかと考える。彼女は、師匠ラミレスとの関係が崩れつつあるように感じていると反省する。彼女は緊張しながら、どうしたらよいか考え、師匠ラミレスに助言を求める。場面は過去に移り、ラミレスとすべての英雄たちが世界を救うために悪党と戦っている。ミラベルはラマレスに本当に勝利できるのかと尋ねる。 マヤはミラベルの後ろから近づき、ミラベルが死んだら生き返らせるという。詐欺も王国を守り師匠に報いるために、自分は絶対に引き下がらないと叫ぶ。これを聞いたラミレスは笑い、獣は凶暴で混乱を引き起こす可能性があるが、人間は違うので、勝利は確実だという。彼らには平民、外国人、暗殺者、聖人、影などが含まれる。 ラミレスは、彼らがどこから来たかに関係なく、彼らはここに集まり、団結すれば無敵だと付け加える。彼はチームに向かって叫び、彼らが何者であるかを見せるよう促す。だから人間よ、彼にあなたの強さの力を見せなさい。シーンは現在に戻り、マリベルは非常に悲しく、一人でいるのはあまりにも困難だと感じ、あの時の先生のように、 悪魔界から誰かが加われば状況は変わるかもしれないと考えます。シーンはエドラーと他の人に移り、エドラーは、ガイザーはすでに自分の修行に取り組んでいるが、彼らの任務は変わらないと言います。アリスは理解していると答え、ガイザーの修行が必ずしも自発的ではなかったことをエドラーが理解しているか尋ねます。彼女は、名高いグラジェルカでさえ、 自分の親族に対してさえも容赦がないことに気づきます。ガイザーは、兄のゲルサスが貴族としての重荷を背負い、それが彼の性格を歪めていると話します。アリスは、ガイザーもそういう風に生きることに慣れていると答えます。ガイザーは恥ずかしそうに微笑み、だからこそ彼はもっと強くなり、自分の家族を変えようと決心したのだと言います。アリスは微笑み、 そうなるのを目にしているわ、と答えます。エドラーは、今日が本物に飛び込む日かと尋ね、二人ともそう思っていることをほのめかした。アリスは困惑した様子で、エドラーは以前にも本物を扱ったことがあるのではないのかと尋ねる。エドラーは、広い場所での戦闘は稀であり、周囲にもっと注意を払う必要があると説明する。彼は、 一緒に取り組もうと提案する。ガイザーは、エドラーの言っていることは理解できるが、この場所は以前直面した古代遺跡よりも100倍簡単だと答える。アリスは、ガイザーがエドラーの訓練を本当に楽勝だと思っているのかと尋ねる。ガイザーは緊張しながら、アリスに同意して、はい、と答える。エドラーは、そうではないという。エドラーを見て、 アリスはどこへ行くのかと尋ねる。エドラーはダンジョンの最深部に向かっていると答える。アリスはエドラーがダンジョンコアのことを言っているのかと困惑しながら尋ねる。エドラーは驚き、本当に知らなかったダンジョンの鼓動のようなものだと答える。エドラーは魔法を注入するとダンジョンがさらに強力になると説明する。アリスとガイザーは緊張し、 ダンジョンが本当に強力になるのかと尋ねる。エドラーは最新層に向かい、今からパワーアップするという。エドラーは15分後に始めると付け加える。ガイザーとアリスは困惑してお互いを見合わせる。最下層に着くと、狼男が吠えているのに遭遇する。しかし、エドラーは狼男のために来たのではないと激しく言い、 これを聞いた狼男は怖くなって黙ってしまう。その後エドラーは壁を突き破り、ついにダンジョンの心臓を見つけたと満足そうに笑う。エドラーは心臓が信じられないほど小さく、魔法の力が弱いことに気づき、自分の魔法を少し注ぎ込むことにする。魔法をかけた後、 エドラーはモンスターの数と強さの両方が倍増し、ダンジョンの構造が驚くほど複雑になっているのを見て喜んだ。ダンジョンの上では、アリスが骨まで凍るようなひどい寒さを感じていると話し、ガイザーも同意した。ガイザーは、本当に行く以外に選択肢があるのかと尋ねる。アリスは、ええ、そうだと思います、と答える。ガイザーは緊張して、 私は死なないですよね、と尋ねる。アリスは多分死なない、と答える。ガイザーは、このダンジョンは以前はコボルドしか出現しなかったというが、アリスは今回はそれほど簡単ではないだろうと書ける。アリスは少し緊張しながら、ええ、あれは間違いなくいつものコボルドではありません、と答える。ガイザーは息を呑み、付け加えた。 彼らは私たちよりも一生懸命訓練しているようです。超強力なコボルドがうなり声を上げて彼らに向かって進み始める。コボルドは方向し始める。これを見たガイザーは緊張しながら楽勝ではなさそうだと言います。コボルドたちは彼らに向かって突進します。アリスは何とか攻撃をかわしますが、コボルドのスピードに驚きます。 ガイザーは別のコボルドが彼の剣を殴ることができたことに気づきます。突然、どこからともなく煙が立ち上がります。ガイザーは煙のせいで眠くなってきます。アリスは、もしガイザーが眠ってしまったら、人生に別れを告げるのと同じだから、頑張らなきゃいけないと叫びます。ガイザーは、いいよと答えます。ガイザーは自分の顔を殴り、 自自分分はは以前の自分とと違うと宣言するアリスは同意しエドラーと本気で勝負しようという場面はチカロウの外に映り見知らぬ少年がやってきてエドラーたちが近くに潜んでいるのではないかと尋ねる場面は見知らぬ男と話しているスニールに映る スニールは聞こえるかと尋ねると、見知らぬ男はいいと答える。セネルは最近トラブルがあったことを詫び、計画が思ったほど順調に進んでいないと指摘する。見知らぬ男は心配する必要はない。セネルは好きなようにすればいいと答える。セネルはその後、物事がどうだったか、校長の反応はどうだったかを尋ねる。見知らぬ男は、 校長は依然として自分の信念を曲げることを拒否し、逆に4人のヒーローに懐疑的な目を向けていると答える。セネルは、もしそうだとしたら、彼らは迅速に行動すべきだという。彼は、彼らが特定の学生と連絡を取り、暗殺者を知りけたと付け加えた。セニョールは、多少のトラブルがあるかもしれないが、 エドラーがヘイゾンを一人で倒したことを思い出すようにと見知らぬ男に思い出させる。見知らぬ男はセニョールに次回は失敗しないようにと助言する。セニョールは微笑に最高の暗殺者が揃っているので心配する必要はないと安心させる。彼は計画の最終段階に向けて自分も教授も準備ができていると付け加える。セニョールは 当初の計画は破棄されたが全ての障害をクリアしたので心配する必要はないと伝える見知らぬ男は OK と答えるセニョールは王国の安定のために彼に懇願したといい彼の協力が不可欠であることを強調する。